なんか食える気がしたんですよ。なんかその時ちょっとおもころの方にいろいろこう一緒に仕事しませんかっていう、こうお誘いも何個かいただいてて、まあ、それでちょうどうまいことタイミングもあって、まあ、バーグハンバーグバーグが始まったっていう流れかなと思います。子供時代はSD ガンダムっていうのがあるんですけど、それってこんぐらいある、こう顔がこんぐらいで SD なんで、こうデフォルメされるんですよね。で、僕それがめちゃくちゃ好きで、ずっと体をその状態にしました。意味わかんないんで、ちょっとやりますよ。ずっとこうやって過ごしてたんですよ、小学校の時、1年生の時。歩く時もずっとこうやって歩いてたんですよ。 SD ガンダムが好きだから。これ僕の子供時代です。そんなにこう活発な子供ではなかったんで、インターネットの方にゆっくり誘導されてるみたいな。そこからまあ今のキャリアがあるんで全然いいんですけど、そういう子供時代ではありましたね。もともとテキストサイトっていうのをやってたんですよ。で、それは2000年代初頭ぐらいにちょっと流行ったやつで、なんか当時はこの通信回線すごい遅かったんですね、今みたいと違って。なので写真アップロードするのすごい大変なんで、みんなこう文章だけでこうホームページを作ってるんです。見てる人をこう笑かそうみたいな文化があって、それはまあテキストサイトの主な部分なんですけども、もともとそれやってたんですよね。やってたんですけど、やっぱり文章そんなに得意じゃなくて、でちょっと続けるのも大変だなと思ったので、まあこう4コマ漫画だったらこう続けられるんじゃないかなと思って、それでまあちょこっと書いたんですね。まあそれが何本かアップして、でたまたまテキストサイトやってた頃の人たちが見てくれて、まあ、そこからちょっとおもころ入らないかみたいな感じで呼ばれたっていうような経緯ですかね。高校の時の文化祭の T シャツを作んなきゃいけないかなんかで、そのための絵を描いてたんですよ、パソコンで。なんかこうフリーなんかね、当時あったやつピクシアだったかな、なんかそういう名前のドローイングのソフトがあって、まあ、それで一生懸命描いてたんですけども、まあ、それやってるとやっぱりインターネットって気づくじゃないですか、これなんかいろんなものが見れるなっていうので。そこで侍魂っていうテキストサイトを見つけたんですよね。で、それがめちゃめちゃ面白くて、でもずっと読んでたんですよ、学生時代に。で、それ見て俺もやりたいなと思って、もう今あんのかな、ホームページビルダーっていうソフトを買って、それでテキストサイトを始めたんですよね。このなんかルートで来てる人結構多いと思います、テキストサイト界隈では。テキストサイト界隈とかも古いんでね、何も知らないと思うんですけど、そういうのがあったんですよ、当時は。で、このテキストサイトも、もうブログが多分アメブロだと思うんですけども、まあ、ブログの文化がわーっと出てきて、でいろんな人がね、結構明るい日記とか書くようになって、やっぱりそのテキストサイトって日陰者が多いんですね、すごいちょっと何て言うんですかね、アングラというかそういう人が多いので、やっぱりそういうこう太陽みたいなコンテンツがいっぱい出てくると、ああちょっとここも居場所じゃなくなったなみたいな感じで、割とみんなこうボコボコやめていっちゃったんですよ。で、ただそれがちょっとやっぱりもったいないぞっていうので、当時テキストサイトやってた仲いいのが何人かが集まっておもころ作って今に至るっていうような感じで続いてるんですよね。おもころを事業化しようっていう、まあ、会社化しようっていうのがもともとなんで、それなかったら多分会社作ってないですね。まあなんか食える気がしたんですよ。なんかその時ちょっとおもころの方にいろいろこう一緒に仕事しませんかっていう、こうお誘いも何個かいただいてて、でまあみんなこう他の仕事やりながらそれもやってたんですけども、まあこのままいけんじゃねえかっていうのと、前の代表がもともと会社やりたいなっていう気持ちもあったんで、まあ、それでちょうどうまいことタイミングもあって、まあ、バーグハンバーグバーグが始まったっていう流れかなと思います。仕事が全然なかったです。もうマジでなくて、まあ、なんでかっていうと、僕らが営業しないからなんですけど、営業の仕方が分かんなかったんですよね。なんでもうずっとおもころで記事を更新して、空いてる時間はずっと PSP やるっていうような毎日をずっとしてたんですよね。だからたまたまその知り合いの会社さんが声かけてくれて、そこでこうバーンと当たったんで、そこから引き合いがわーっと来たんですけども、それなかったら今もずっと PSP やってるかもしれないですね。任天堂スイッチとかにはなってると思うんですけど、 PSP のままってことはないですよね。
ちょっと不動産系のコンテンツで新しい住まいがあって、まあ、そこに入居するわけじゃないですか。ただその時のこう喜びってすごいあると思うんですよ。これから新しい生活が始まるぞみたいな、なんかそういう気持ちをこう台無しにしたいと思って、僕たちが先にその新居にその入居者の方より先に行ってトイレでうんこしますと、先運委員会っていう名前なんですけども、先にうんこすることでその分引っ越し費用とかを全部タダにしますよみたいなプロモーションを考えたんですよね。でそれはね全然通んなくて、でダメになって他のところにも掛け合ったりしたんですけども、まあ、それも通んなくて、多分そのうんこって言っちゃダメなんだなってことに気づいて、ちょっとまあ練り直しかなと思ってるんですけど、コロナ禍でダメだったのはその企画ですかね。これはもう引き続きちょっと声をかけていきたいなと思ってますね。あと最近気づいたんですけど、なんかいろんなやっぱ立ち上げをやってきたんですよ。ゼロから1を作るみたいなことをやってて、で数年前にうちの会社の代表が変わって、まあ、組織改編みたいなことをした時にいろんな事業を立ち上げたんですね。そのタイミングで、まあ、うちの YouTube チャンネル、おもころのチャンネルなんで、おもころチャンネルっていう YouTube チャンネルだったりとか、あとちょっとこう物販やってみようみたいな、物販を活性化させたりとか、ほかほかおにぎりクラブっていうのがあるんですけども、これが言ったらこうファンクラブみたいな形のものなんですけども、そういうものをやったりとか、いろんな事業が立ち上がって、なんかそういう立ち上げってやっぱりこうすごいね、新鮮だし面白いし、なんか成長していくのってすごい見るの楽しいじゃないですか、いうのがあるんで、ちょっと今具体的に何をやろうっていうのは分かんないですけども、なんか引き続きそういう新しいものがどんどん立ち上げていけたらいいなと思ってます。絶対この僕らがやってる領域には来てほしくないです。もうのんびり暮らしたいんで、僕たち。なんでこっちにはちょっと来ないでください。よろしくお願いします。